質問攻め切り抜きチャンネル。お<ー>互いの印象をそれぞれ教えてくださいっていうのはありますけど。うん、どうですか、ひろゆきさん。私。まあ、でも、<laughs> あの、よく喋る人だな。<laughs> ひろゆきさんもじゃないですか <laughs> いいえい。リモートの人って、リモートなりしてないと、ワンテンポ遅れるはずなんですけど。結構、うん、リモートなりしてますよね。 あ本当ですかなんか割りと他の一般の人よりリモート慣れしてるのと、うん、あと、間をを埋める言葉だから、なんか,なんかやっぱー、ね、そトーク力強いっていうのが、割りとコメントでちょこちょこあるんですけど、やっぱそこはうまいんだなっていうのは思います、ねうん、ちょっと分析されると恥ずかしいじゃないですか。はい、あとあの、自分が可愛いいおっに来ても許されるっていうのを分かってネタにするぐらいの強さが面白い。うん <laughs> <laughs> い嫌われるじゃないですかす確か確にねそれをやってもそれで嫌いになるような人って別に最初から私のこと嫌いでしょみたいなぐらいの割り切りが面白いなと思って私はねひろゆきさんはねなんかこう面倒くさいなっていう一面もあるじゃないですかいろいろ言ったらもう100回してくるみたいな。 <laughs> でも私はひろゆきさんはすごいうちの息子みたいな小学校6年生ぐらいのところを持ってるのですごい可愛らしい人だなってあの前回2019年にお会いした時から思ってましたよそうするとじゃあ息子さんはかなり面倒くさい大人になると思いますよ。